ジェラシー聞いていただけると思います。はい、よろしくお願いします。ジェラシー、愛の言葉は愛の裏側、ジェラシー、
Thank you.
セブンイレブンのコマーシャルの歌でおなじみのデイドリーム。
沢田研二の曲から危険な2人
That's right.
でこの曲が最後になったかちょっと分かりませんけど、これ本当にこの最後の曲聴いてください。またチェッカーズでジュリアにハートブレイクお願いします。